有本遥って言います。見たことある。はい、ですね、まず6月10日のプラセボっていう、あの演劇関係者の方はよく知ってるかな、あの難波にあるプラセボっていう、私と水星マジックの、米山麻里とあと武田桃子ちゃんと3人で、歌を歌うイベントをやります。8時ぐらいからなんか楽しげなことをやってるので、よかったら8時ぐらいにプラセボ来るとなんかやってます。入場料は、バーチャージの500円だけなんです。なるほど、なんもないです、うん、白井くんは、あ、そうだ、忘れてた、うん、あの特別ゲストでステージタイガーの白井くんも1曲ちょっと歌っていただくことになりました。そんな感じのなんか面白げなイベントやってるんで、よかったら来てください。お願いします。 あともう一つですね、これも演劇関係者の方だったらご存知の、あの 30GP というやつですね。あの今月末にある、25日からぐらいのやつのゲームなんですけど、まあ、あのサティサティで30分芝居 の、まあ、あのトーナメント戦なんですけど、そこにちょっと別団体で2つ私出ることになります。すごいね、はい、どっちもが決勝行ったら自分で両方やんねやすげえな、めんどくせえ大変ですね。水星マジックさんとあとユニット今日だけという、ところと2つちょっとあの残っちゃいましたんで、今その稽古で転用ですね。皆様ぜひどこが面白いか決めておいてくださいね。いいですか、よろしくお願いします。月曜日からさんも出てくる、はい、そう月曜日からさん、うん、決勝で会おうっていうのそれぞれが言ってるらしいからね、はい、必ず会おうっていう、見に来てください、よろしくお願いします。